世界は今、色褪せる。こんにちは。ディアボリスプセマドラゴニックメールギルワの幼虫のハリーポッターのハーマリオニーのシルです。今回、新しいドラゴンのレジェンドカードの、ドラゴニックメールギルワというカードの、デッキ紹介なんですが、このカードの効果が、自分の体力を10点にして、相手の盤面にフォロワーいたら5点与えて、いなかったらリーダーに5点与えるという、カードなんですけども、援護射撃と、似てるようなカードでして、ただ援護射撃はやっぱアミュレットが破壊されてしまうと効果が発動しないんですけども、このカードに関しては永久的にこの効果を付与するんで、強いと思うわ。間違いなくぶっ壊れカード、今回一番のぶっ壊れカードと言っても過言ではないのかなって思ってます。で、このデッキは、マスター隊で50連勝を達成した、超今、現環境最強、タイヤ1位、環境1位の、デッキなんで、皆さんにちょっとこのデッキを紹介して、使ってもらえればなと、思います。さあ、対戦相手は、ロイヤルに当たっていく。しかもなんか、ハゲの、エンブレム持ってるんだけど。お、たくせん、もうギルはこれ寝たいから残しようか。たくせんには残すか、これ。うん、これでいいわ。こういうマリガンをしていくのがプロの流儀なんで、こんなマリガンあなたにできますか？いや、できないだろう。こんなマリガンできるのは私ぐらいしかいないからな。さあ、相手はどう来るか。お、白、だここ強いんだって、白と黒の決闘。先行ジェノがな、確定サーチみたいな感じで入っちゃうから、入っちゃうんで、ロイヤルの穴に、はい、ニコスはない、出た。これもなんか、これ指揮官やったっけ？これ、なんか、よく出てくるよな。あ、ロイちゃん引いていく。兵士か、これ強いな、完全にだって、ランサーの上位互換やもんな。ロイヤル復権しましたね。シーダーハリー。ここはもう盤面取る殺竜拳加えたから多分強いな。強いというかもう多分間に合わない。そうしないと相手が次のターン多分あいつが 3-3 で取ってくのか。で兵士並べて、うわ、小賢しいことしてくんだ。ハリー、やばね。これ白が来たらやばいな。白、黒やったら、でも殺戮はさ、そう、黒が白、セリア、そう、あんま強くないんじゃない。逆にあんま強くないとか、まあ、そのぐらいの程度だったら、許せるかな。ここはもうこれ使っちゃって、サクスやっちゃう。進化入れた。サグでやっちゃう。一丁上がり。はい、いいっちゃ、もう少し決まってみせだよ。アンガールズヤバディ、アンガールズヤバディ。さすがに必殺は残せないやろ。そっち進化、ルミナスナイトを残していくっていう動きか。もう、別にこっちは10点以下になろうが、結局ギルワの効果でどうせなっちゃうんであんま気にしないけど、さ、ブレイジングブレスをここで運よく引いていく。ガルア行きます。ドロソの方を引いていくわ。ロイヤルも失踪はセリアぐらいしか多分いないと思うから、盤面さえ取ればなんとかなる。盤面を今なんかもう切ろうかなと思ったけど、まさかの続けていくっていうな。応答待ちになったけど、なんかまだ続けるっていうその意思を。偉いじゃないか。ロイヤルにしてはなかなかやるじゃないか。ヘリー。さあ、6個差どうくるか。でもすでに厳しい感あるけどな。戦場カメラマン渡辺。4-5？ なんで4-5なってんの？ 4-5？そうか、円安になんのか。小賢しいことしてくんな。アンガールズ、アンガールズ山で。たくせん、白の息吹、大柄使えないかな。ここはブレイジングですね。場面取るか。さあ、次のターンギルは降臨するか。
相手7個せやからギルはここで出た。やっぱドラゴンは PP 機にブーストしてなんか強いカード出せばこっちが一気に押せるから、へえ。おかしいカード出してくんだ。そういうことをしてくるやつにはお仕置きだよ。さようなら、すべてのものよ、すべてのためよ、私の前には無力なんだ。97除けるためには、まあ、ランサーとか来るとちょっと小高しいけどな、ランサーとかいう、もうしょうもない顔出せんやめてくれよマジで。ランサー以外では多分取れない。こんなしいことしてくんだ、ハンガールズヤバネー。逆らう者には死あるのみ、友情やな。はい、じゃあもうここ行きます。ギルは多分今しか出すタイミングがもうないと思うんで、ギルは行きまーす。ホッキー、まあどっちでもいいや、死後のがまあ、まあいいけど。あー、6コスのなんか奴隷みたいな、なんか 2コスト分のカードを9コスで破壊するっていうな。でもゴーガンが残るから、これはこれなかなか強いんじゃないのか。白で、いや、こざかしいことしてくんな。ガウェインを出して4号突進か。でも相打ちになるんだよな。やっぱギルは結構スタッツが66とかでも77とかでもよかったと思うけどな、窮骨やったら。だってクルエルドレイクでさ77やねんから、5号っていうのがな、置いたターンがちょっと、よしよしよし、相打ち、OK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 
お互いやっぱ進化圏切れてる前提で終盤戦っていくから、そういった意味でやっぱギルはバッコリ刺さっていくと思うんだけどな。我こそ唯一にして無に至る神の誰エラスベセン。はい、5点のナイトごときに5点ももったいない。この2点2回ぐらい顔を置いてた、もう10点ダメージ与えてたのにっていうのがあるけど、まあでもこれ圧力やんな、完全に終盤戦だって。こっちのがだって毎ターン5点与えられて、相手の盤面毎ターン1体確定除去みたいな感じになってるから、これはこれでちょっとな、おでけしくて、この場面やっぱさっき黒を手札に加えてたよな、白を手札に加えてたらなんか序盤結構やばかったかなとは思ったんですけど、さあもうギルワの前では無力やな。アンギルズやばね、私は帰り去った。ゆうちゃんやだ、ハンギールズやばねー。これで決めます。ルミナスナイト進化だと、マジかよそれ。あーまあまあ、その考え方は正しいな、正しいが、ダメージが受けないから、まあここはゼウスで盤面、あーとかダメージつかないのか、これ待って、やばいなこれ。3で6で9やから、まあイスラフィール、悲しみを歌いましょう、奏でるは悲しき奏で。あーこれギルはなんか対策されてんぞ、ギルはが。あータムゲドシ、うわこう悲しい、こうマグナ3弾持ってんの、うわえぐいことしてくんなこれ。やばい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 、なんでこれ、やばくないか、これコールダース、あゼウス来た。我こそ唯一にして無に至る神なり、どれエラスベセ。おい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 、全然刺さらないぞギルは。4コスマグナスなんかあっさりなんかって、おっとおっと、あーさーかなこれ、こーやばいやばいやばい、負けるぞこれ、普通に負けそうなんだけど、5-2、オッケーオッケーオッケー、負けそうやぞこれ。ドラゴニューティックのやつバッコリいくな。まあこう取ってスルーシーンでも出しとくか、で相手の盤面は勝手に除去してくれるんで、ここはもうバッコリと、こういう一切なんか抜け目ないプレイングが、ちょっと待ってちょっと待って、何それ、何、ちょっとえぐいことしてくるじゃないか。ロイ引いていく、なちょっとえぐいことしてくんなマジで。推理して盤面取りつつ、この一投で
この一刀で、大釜の隆起を出して盤面取ってターン終了時に盤面取ると。申し訳ありません。これが皆さんギルワの力ですよ。果てしなく強い。このカード出せば勝ちなんで、はい、皆さんこのデッキ使いましょう。50連勝達成してるんで、なんかしぶといなぁ。トップの引きがちょっとえぐくないか、さっきから。クラヒ時代を終わらせましょう。虚しくたゆた。トップの引きがさっきからえぐいことになってるな、これ相手。一丁上がり。まあここはもう竜の峡谷からの、まあ、ロイとかも適当に出しといて、まあ、ターンシールじゃ破壊して、まあ、こっちもアドバンテージ取れてるから、まあ、多分基本的には竜の峡谷を置いてからロイとか出していく動きが多分強いと思うんですけども。なあ、おゆうちょうやな、なんかうまいこと、なんかさっきからうまい、なんか何なんか刺さってるよな、なかなか突破させてくれんな。はよ突破させてくれって思うんやけど、盤面、水流神、相反するガルラをもう消滅の方取っとくか、これ。左、よーし、どんどん。これがやっぱでもやっぱドラゴンなんだよな、この動き方がやっぱドラゴンなんすわ。もうドラゴンらしい。なんでそんなカード出してくんの。ちょっと待って、さっきからなんかトップすげえいいな、相手。アンガールズ山で枯れた世界に青きスクエア、シェルドラージュ、タイガーラージュで、ここでやっと、5点入っていく。どんどん出して、これこそドラゴンやな。めちゃくちゃ強いんだけど。カトンの術、さあとうとう相手は厳しくなってきたぞ。ハンギー、はい、勝ちました。まあ、こんな感じで今このデッキめちゃくちゃ強いんで、皆さん使ってみてください。さあ対戦相手は誰か、ゆうちょやね。ロイヤルか、今ロイヤルめっちゃ強いからな。まあポイント上がるのもなんかうなずけるというか。失礼、どうぞ覚悟は。ゆうちょやね。白星白星、もう小賢しいね。アンギー、とりあえず大亀の隆起来てるから3コスは置けるんやけど、2コスと4コスの枠がないっていうのはちょっと弱くて、さすがに2コスは来てほしい。お、白星引いていく、やるじゃないか。で5コスで水流神出したくないから、5コスな、だから5コスで託戦、まあ、託戦が5ターン目になるんで、相反するガルラとかが来てくれるとだいぶ熱いんですけど、さ、大釜の隆起を2ターン目引いていく。小賢しいね。お、太陽の槍ルー出していく。ちょっと悠長な動きやな、あんまり強くないというか。この一投で視界の一撃がエンハンスならとカード2枚ドローできるから、まあ、なかなか強い。でもこの時点でもう3点ダメージは確定してるんで、へへへへ、小賢しいな。攻めの相手は俺ってことで、いや小賢しいことしてて、こんなもんかな。枯れた世界に青き救いを、ハンギー。まあこれで誓いの一撃が月のターンは結構いい感じになるん でしかも回復できるからな、月のターン。もうそのカード小賢しいで、アンガールズヤバ、こうな強くないか、ワルツっていうカード。え、強いよなワルツ。1コスで3点ダメージ与えるって相当強いと思うけどな。さすがにちょっとナーフ案件やろこれ。枯れた世界に青き救いを、夜空に舞う青き三日月、雫が竜と舞う。1コスで2点しか当たられない。ブレイジングレスのだから上位5回やもんな。いやワルツ強いと思うな。スクールデイズっていうアニメあるんですけど、私が一番好きなアニメなんですけども、それになんかワルツっていう曲があるんですよね。めっちゃいい曲やから今度聴いてみてください。ワルツっていう曲を聴くと、なんかこの世のな人生の儚さをな痛感するんで。
まあスクールデイズはあのせつなちゃんがなめっちゃ好きなんやけども、せつなちゃんのあの声といい顔といいあの幼女っぷりというもう何もかもがなパーフェクトバランスが整ってるからな、ぜひじあの私のなあの嫁に迎えたいって言うんやけど、まあ、二次元のキャラを嫁に迎えたいとか言ったらもう惹かれてしまうから、まあ、あんまりこういう話はしたくないんやけど、うん、変な人と思われるからな。で戦場カメラマン渡辺でどうする、戦場のカメラの写真撮ってくるか。戦場カメラマンの渡辺の汁やな。おのお流しいな場面撮る、まあさすがにそうくるやん、ニコニコスなんか変なニコス22なんか ランサーの上位互換みたいな、うん、ででも相手ポイント1700ぐらいあったから、さセリアもこの高しいカード出してくんな、アンガールズやばね。まず託戦から打つか、ここセリアを取る必要性とかあまりなくないとか、水流陣出す必要もあまりないような気はするけど、ここ誓いの一撃いくかで、ドロソーをちょっと確保していきたいというか、クルエルドレイクあるしな、ここドロソーでオッケー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 、10点。申し訳ありません。強すぎやな、まあちょっともったいない感はあったけど、まあ7個スタイルの盤面取るだけやからな、まあ、次のターンは竜の警告強国打ってって感じかな、で圧倒的なアドバンテージを確保してって感じ で危なくなったクルエルドレイクもあるし、まあ回復もちゃんとあるしな、まあ序盤はこんな風に戦っていって、まあ中盤か、中盤こんな風に戦っていって、ギルはで一気に、ギルティークラウンというアニメを見ていくと、小流しいなやっぱランカーというかポイントを貯めてるだけあって、一旦になんかすごいなんか手を考えてくるな、まあ、ロコスといえばあの白と黒の決闘を打ってみたいな動きがまあよくあるパターンなんですけども、あちょっとごめん、ちょっと水飲む、あの水ちょっと喉がちょっと枯れてきた、いやちょっとでも小賢しいな。小賢しいな、はいもう旋回、うん、よろしく、あエンタ会議、うわ小賢しいね、ヘンガールズ山にバッコリ。まあクルエルドレイクとか今の環境めっちゃ刺さってて、まあクロノジェネシスの環境でもめっちゃ刺さってたんですけども、まあ今の環境でも全然やっぱ刺さってくるな、ヤクサクの血を目指してで77が結構取れないんだよな、これが取れないんですね、これが取れないってなってくるとブレイジングブレスか、ガルラも強いしな、ただここは竜の警告の方とか打ちたいんで、まずここで竜の警告ブレイジングブレス盤面掃除、ランサー取る必要あるかどうかやな、これ託戦打つのかランサーやけど、ここはもう、コストがちょっと悪いけど、やっぱ盤面重視で、取ってきます、で相手に進化権を使わせて次のターン取らすみたい、はいはいはい、ここまでの動きができてくると、あしかもドラゴンのなんかプレミアってこんななんか口があかんやな、これ結構な、やっぱり竜の峡谷っていうカード強いな、このカード。7コス55出しつつ、それがまた2体か、7コス15やもんな、これ。スタッツ全部合計すると。3体出てくるから、そう考えると、出た出たワルツとかいう、小賢しいカードを出してくんね、あんがー、ええー、強それ。じゃあワルツ強いわ。ワルツ強えんだけど、これ顔殴ってきそうやな。ダイヤの鼓動を感じてください、ハンゲールズ山で、カードが強いな、いやワルツ強いな、ワルツこれ強すぎない、このカードめっちゃ強いんやけど、このカード絶対ナフくるやろ、これ3コス1,2とかなりそうやな、いやスタッツが問題じゃないな、このカードはスタッツというよりなんか手札にこう加える効果自体がおぞましいんだけど。ワルツ強すぎやろ、さあガルラ引いていく、ガルラでもちろん手札を増やしていきたい、ここはガルアで手札を、増やしていくと、本気我こそ唯一にして、おドラゴニックメイル来た、進化拳こういくぞ、ハンガールズ山根、ハンガールズ山根。も
もちろん盤面すべてを掃除していきまーす。いや、ここ顔でもいいけどな。顔いきます。バチコリーでもなんかドラゴンらしい戦い方やな。圧倒的な火力でねじ伏せていくっていうね。こんな感じで。で、バハムートがいなくなったから、多分バハムートとかいる環境やったら多分ギルアとかな、全然刺さらない。だからアンリミテッドでは絶対刺さらないと思うんですけど、このカードは。でもローテーションの環境であれば、まあ、全然刺さってくると思うな。ヤイバネズミ、しかも今環境猛威を振るってるロイヤルに対して、これだけやっぱ立ち向かう。まあ、そっち進化していく。で、5-4取って6-3取ってって感じか。こんなおかしいことしかしてこんな。ハンニー、あ、顔いくんや。顔いくんであれば、ギルは出したけど、これもうリーサルがな、見えちゃってるんだよな、これ。我こそ唯一にしてムニタルカミヌ。どれ、エラスレス。ギルは全然使わなかったんだけど対戦相手は、ビショップに当たっていくと、まあ教会ビショップやろな。まあアミネットをたくさん置いてきて、なんか小型の小賢しいフォロワーをたくさん置いてくると思うんで。あ、ロイちゃん来た。本人ロイちゃん来たの大きいな。しかもガルアっていうカードが、めっちゃ強いカードで、ラジオもユウの警告も来るか。まあ、ロイはな、多分、殺竜拳。アグロ系のデッキやったら、殺竜拳でいいんですけども、さあ、やっぱり、いただきの境界。私は相手の動きがすべて読める。そして、次に出すカードもすべて読めている。ゆえに私は、ゴリラだ。さあ、ニコスはどう来るか。これ、スノーフォワードプリンセスとかも、小賢しいカード置いてくんな。これ、1コス、2コス、結構、強ムーブしてるな、これ、間違いなく。これ、活竜拳いきまーす。活竜拳っていうのは、生き生きする竜の剣やから、やっぱこっちも生き生きしないとな。子供たちは、これでいけるんです。天神、天神、天神、天神。我が家は、家に帰ったらすぐ、天神、天神、天神。活竜拳打つか、ここ。ちょっともう、なんか、微妙な、でもこれも、やっぱ強いな、ロイ。相手ちょっと、悠長やね。どちらにせよこれフォローアイテム破壊されたから、まあこれはこれでいいわ。で、次のターンに水粒子のミコをミッカミッカにしてあげるしていく。あ、こんな感じで。いただきの強化大きすぎやろこいつ。小賢しいで。ここはもう失礼、水粒子いきます。彼が世界に大きすぎよ。まあ、クルエル・ドレイクがいるんで、なんか盤面取ってくるこうビショップに対してもものすごい強いかな。竜と舞う本気。まあ、これほぼ勝ちかな。しかもドラゴン・ニュートンのやつって結構これぶっ壊れる。こんな感じでヘンリーロズ。さあ、宝石のみっこみこ出していく。悠長やね。で、ブラックマヨネーズ、田中置いていくのか。ブラックマヨネーズ田中はちょっと悠長やな。竜の警告を置くように、ここは相反する。まあ、竜の警告でいいか、ここは。さあ、ドラゴン1体を特殊召喚していく。いや、これ結構強いな、やっぱり。いや、3コス15、15っていうだけでやっぱ、アドバンテージが高いな。普通だとなんか、ホワイトダイヤモンドとか置くんやけど、これちょっと悠長やな。してくんな。しかも突進の方、これ強くないか、ケリニアっていうカード。結構なんか評価個人的に高いと思ってるんですけど、さあ取って、ターン白地に4点か。もう小賢しいことしてくんな。クルエル・ドレイクが1、2ドラゴン、カードなんで1、2、3、4、5、6点。はい、さよなら。さよならよ、こんにちは、ありがとう、魔法の言葉で楽しい仲間がポポポポン。小賢しいで。まあ、ドラゴンらしいドラゴンの戦い方ができてるな。ハンガールズ山で。小賢しいで。ハンガールズ。おっと、ケルネイヤがなんか出てきたぞ。あ、でもケルネイヤと呼んでくの面白いデッキやな。ポ
ぽいぽい。あ、クレア、あー、強いな、それ。相反するガルダ、ちょっとドロソー引いて言うか。まあ、ドロソ引いていって、ドラゴニュートのやつ、まあ、顔でいいよここで、ターンしろ。むしろこれだけでも戦っていけるな。ドラゴンはやっぱり PP いきなりブーストして、我が力は神の御業なり、ユーチャーの果たしてこう難しいことしてくんだ、ヘンギルズ。まさかこの盤面を突破するとはな。なかなかやるじゃないか。まあ、ジャンヌはな、もう多分あれうちに使うのそれもったいないこれ。さあ、たくさん引いていく。ここドラゴンサモナー入るか。ドラゴンサモニック。ギラと消化でもよ。いや、ギルア来いよ、ギルア。ギルアのためにずっとなんか手加減してる感がすごいよね、さっきから。まあ、ロイちゃんでも出しとくか。ここ、ロイな。ロイちゃんで、殺竜拳をちょっと一応手から加えとくか。ホッキーまあ、これはチョイス見せるまで、見せないでまでも、多分、殺竜拳手から加えてるっていうのは多分バレバレやと思うけど。我が力は神の御業を出してくんだ。あ、7級目が、ダイヤギル、ユーチューバーだ。ギルア来い、ギルア。もう、まあ、でも優秀なカードやけどな。ギルは来いよ、ギルは。ギルは来いよ、マジで。開け、ショー。もう、小ざかしいな。ハンガールズ山に。ピッチ上がり。ギルはのためになんかめっちゃ手加減してる感がすごいんやけど。まあ、ギルは来なかったら、まあまあでも今のどうやろう。イスラフィール出してもなんか確定。はぁ、難しいことしてくんね。ハンガールズ、ハンガールズ、水流神のミコミコが来る。ただここは間違いなく竜の峡谷からの殺竜拳の間の盤面取るか。ちょっと待って、ギルディアが知らんけど、ギルが知らんけどさ、ギルガメッシュかなんか知らんけどさ、早く来てくれよマジで。しーだー、ヘッリー。盤面取る、方天とか持ってそうやな、この動きだと。ただこれ苦しいんじゃないの、もう動き的に。さあ、星の方天かしーだー、方天かしーだー。ギルは来い。なんで来ないの、ギルは。マジでギルは来いよ。こんなにも手加減してるのに、こんなにも私が手加減してるのに、ギルが全く来ないっていうのはどういう神経をしているんだ、ハンガールズ。まあギルはで、ね、もまあでもどうなんやろうな。さあ、ゴーゴー残っていく。こうビショップ多分破壊が厳しい。さあ、愚神霊さん、ケリネアかな。これケリネア来たらちょっとまずいな。我こそ踊り狂う暴風、悪行はそこだでしょ。ね、ギルは怖い、ギルは。てか、なんで来ないんですか、これ。小賢しいにも程があるぞ。ホンニールズ山根。いいや、もうじゃあ、来ないんだったら、もういいわ。神なる者の怒りを知らしてるか。我こそ唯一にして無に足る神なる。神なる者の怒りを知れ。さあ、対戦相手はドラゴンに当たっていく。まあ、ミラー戦のドラゴンに関しては絶対負けたくないっていう、まあ根強い信念があるんですけども、歯向かう者に敗北を与えよう。こんな感じで、お、まあ悪くないか。まあ竜の警告来てるし、まあロイ引けてるっていうのは結構でかい。もうこれだけで結構アドバンテージが取れてると思うんで、本気。さあ、一コサどう来るか。一コサ多分ないと思うんだよな。相手が、まあでも今の環境は間違いなくあのドラゴンだと思うんだよな。ギランギランドラゴン。いや、十コス失踪の、もう、怖さかしい。
ことしてくんない、いきなり。こっちもドラゴンウォーリアー欲しいわ。ドラゴン様も口座出しだ、変化で相手多分何事もなかったからもう出てくる。もう分かってる分かってる分かってる、ロイをな、先行にもかかわらずな出してくるって、もうそれも読めてるんで、今更になってドラゴンサモナー来るやろ。もう小賢しいの知るやで、そんな小賢しい。相手は活龍拳プラス、まああわやくばニコスのカード置いてくる。はいはいはい、読めてる読めてるんで、ニコもうなん、あーってことはもう確実に、あいつのデッキか、間違いないなこれ。お、相打ちとんや。悠長なことしてくんなー。まあこっちはでもさすがに活龍拳プラスドラゴンサモナーやろ。ひらけ召喚の魔よ、クルエルドレイク引いていく。やっぱ体力10点以下にすると、一気に負けが確定するんで。ただ大釜の龍騎とかいるから、まあミラー戦であれば、あの10点疾走のデッキはまあ一応対応は一旦だけできるみたいな、そんな感じかな。この一投で、まあ竜の強国とか出していくと多分相手も盤面ほっとけないからっていうのあるよな。でもまあいかに竜のエッグトマトの汁、スターフェニックスの汁で相打ち取っていく。悠長やね。オッケー、とりあえず、お、ガルアちゃん来た、ガルアちゃん。これドロー、ドロー層引いていきます。まあ、キシンカ使う人ないんで。まあ、並べてくるようであれば、次のターン、ドラゴニュートのやつ、エンハンスで使ってみたいなこともできるし、さあ、ここで、相手がスペルカードをもう、4枚、5枚ぐらい使ってるから、やっぱりもう7点以上、てかもう、ギルは出す時点でなんか、10点リーサの自らなんか、来てくださいって言ってるみたいなもんやけどな出した方が不利になる説あるぞこれ、ワンチャン。この世界で青木救いは優秀やな。反撃上がるぞ。あなたにも抑えなかったから。いやーちょっとえぐいなこれ。エッグトマトが超えるような試合になってきたぞ。エッグトマトが超えるような、懐かしいな。イスラフィーリングか。まあ、ここは大釜1枚捨ててって感じになるかな。もしくはドラゴニュートのやつ。5678、うーん、7やろ。言うじゃない。ドローソーちょっと引いていくか。下げだよ下げ、一丁上がり。なんでそうなるんですかね。一丁上がり厳しいな。ただここであれを出してくるかどうかやな。もう10枚溜まってるとは思えないんだが、我こそ唯一にして無にたる神より、のべエラスベス失礼。いやもう10点以下にされてるっていう時点で、あーゼウス消えていく。さあフルタやっちゃうよ、一丁上がり。これだけかによーくすぎるわ、あれだけかよかよかす。まあ新加減使う必要はないな失礼失礼、進化権使う必要性は全くもって皆無なんで。でもあのリントウルムが来てないとなんかどうするっていうか、そんなになんか強い動きっていうのはできないと思ってて、まあ今はスペルカードとかアミュレットを10枚貯める段階か。小賢しいな。さあ8コスはどう来るか。スターフェニックス、まあイスラヒルとかで回復していけばまだまだワンチャンいけそうやな。さあ盤面取って、こいつらもなんか盤面取ってくるとありがたいな、うざいから。盤面取る、細かしいな。うわ細かしいことしてくんな。これイスラフィールばっこり刺さりそうやな。うん、これイスラフィール進化で殴っていくと相当強いんじゃないこれ。悲しみを歌うと奏でるは悲しき定め、はい奏でるはこれ重重スタッツ。やっぱバハムート関係、テンペスタボーズコットかの関係と本当にスタッツエグかったなって思うな。これなんでこの性能とこの回復持って99なんスタッツが。じゃあ88なんこれ。もう9コス88だけでも強いんやけど。あでもそう思うとなんかクルエルドレイクもスタッツ高いなって思うよな。
さあジヌリトラ、おお悠長なことしてくるな、飛び立つのだ悠長えねハンギージヌリトラ入れてんのか、面白いな。もしかするとリントウルも、いやでもニコスニイチの変なあの我が聖域なりようだの上位互換の感も、飛び立つのだ、いいことしてくるな、ハンギーハンギーハンギー。おお、ジヌリトラだけ残していく、ただ23っていう弱さを誇っていくブレイジングブレス。ここはもう竜の警告が打てないから、クルエルドレイクもちょっと微妙、まあ、託戦から入るか、託戦入って、まあ、これでいいわ、うん、これでいい、でターン終了でいいわ。リントウルムが来てもリーサルはまだないよな、これ攻撃時かな、これソロワロはプラス1、ああ原初か、へえ悠長やな、原初か、ということはリントウルムは採用してないんかな、原初にジヌリトラにリントウルムってもう贅沢すぎるやろそれ、もし入ってたらさ、こんなおかしいことしてくんな、ハンガールズ山で、ね、うわこんなおかしいな、これ飛び立ちすぎやろマジで、やばい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 、結構なんか手堅いなデッキが。ロイちゃん来る、ここクレイドレイクで、うわあバッコリー、ただ次のターンイスラヒール出さないとリントウルムの汁が飛んできたらどうすることもできないっていう未来が見えてるんで、ただリントウルム入れてんのかな、でも序盤の動きを見る限りはリントウルム入ってる可能性が非常に高いんやけど、なんか中盤っていうか終盤の動き見るとリントウルム入ってないんじゃないかなと思わせてしまうような動き方なんだよな。殺竜拳、むしろうわー強いわ、なんかミラー戦ロイ強いな、ロイジの代表みたいな名前してるけど強くないかこのカード、本気講座が新しい私に慣れた気がするな。さあ参考座どう来るか。スターフェニックス、さあ盤面が厳しくなってきた、ドラゴンサモニック、まあ、こう回復しないとでも無理だけど、まあ、動画のネタ的にやっぱギルアを引かないといけ、まあ、小賢しいな、ハンギドラゴニュートの威圧、ロイからの殺竜拳で攻撃一応しとく、いやーギルア来ないとな、結局もうここ勝ちやけど、なんかこれで勝ってどうなんだろうっていうのはやっぱあるよな、なんか原初の炎を導いて差し上げましょう。こーん、難しい動きしてくんだ、ハンギー、敗北を認めよう、まあ勝ちになるか、いやーなかなかちょっと活躍しないな。さあ対戦相手は、お強っ、ロイヤルの4000、こんな、なんやろ、この時期に4000でめっちゃ勝ってるな、このデッキ、こういうデッキをやっぱ倒していってこそ、やっぱこのデッキの強さっていうのが、まあ、分かっていただけると思うんで、まあ手頃な相手かな、うん、あのハンバーグ作るような感じ、ハンバーグを一から作るような感じ、今の気持ちは、うん、今の心境に何ですかって言われたらハンバーグ作ってる感じなんで、さあブレイジングブレスを引いていくか、だったら2コスのフォロワー取ってロイ3コス出してみたいな感じで、結構こっちが、はいはいはい、ホーリーナイトベアね、悠長やねー、じゃあここは普通にブレイジングブレスを取って、しかもイスラフィールはロイヤルにやっぱバッコリ刺さるカードやからな、カザカシださあさあさあワルツ出てくる、これ一番小賢しいカードって言われてるんですよ、やっぱ多分1コスの方を手札に加えてる可能性が高いな、まあ活竜拳、まあ、ロイ2枚来てるっていうか相当優秀なんで、しかもこのカードアイラとかにとは違ってな、終盤に対してもすごい使えるから、終わりだな、おっとっ と風がしいだ、ドラゴンサモナーからの活竜拳、これいい動きできてんじゃないの、
しかも次のターン水粒子の巫女が出せるっていう強ムーブをしていく。強大なる力のもとに、はい、しくじったな。しかも次のターン水粒子に回復できんな一応。今のロイのおかげで。お、セリアちゃん来たな。これ難しいカードなんだよな。いやセリア強いよなこのカード。5コス46でなんか知る。いや強い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 。悲しいな。ドラゴニュートの威圧一見良さそうに見えるが、大きな視野で見るとあまり良くないカードであるのは間違いないんですが、ここはロイで盤面処理の殺竜拳を加えないともう多分除去が間に合わないんで、さて本気を見せようか。私の正義を目の前にしてくれた場合、やっぱりな、2コスで3点取れるってやっぱ強いな。ロイは本当優秀やと思うわ。特にミラー戦やと思う。こんなにシーカーを伸ばしてくんな。ハンギー強くないかロイヤルこのデッキ。ロイヤルのこのデッキちょっとえぐいことになってるな。ちょっとさすがにまあ、ここドラゴニュートに威圧をバンバンかけていくぞ。でもここまで除去されてしまうと相手もきついんじゃないかな。こんな感じで次のターン水流神プラス大釜の龍騎っていう、まあ、結構強い動きが見えてるが、こなんか強いなロイヤル。なんか抜け目がないというか、ちょっと小賢しいな。ちょっとどころじゃないけどな。枯れた世界に青き救いは雫が落ち大会とかす。進化剣は使う必要ないな。次のターン狂えるドレイクでほぼほぼ全部取れちゃうんで、まあイスラフィール進化でも刺さりそうやしな。これは進化使うまでもない。いやただあのフォートレスとなんとかないってやったっけ、船みたいなカードあるんですけど、あれ出されるとちょっと小賢しいな。噂をせれば来ました。うぜ強いな。それがそんな流しない。強いな。ハンギー。まあクレイトよく一応取れるか。まあ新関係残しといてよかったな。仕事は終わった。いやでもあの船みたいなカード強くないか。ちょっとしかも高専じゃなんかドローしたんだけど相手何これ、うん、セリアってそんなカード効果あった。こざかしいだナイト、あなたと共に希望の剣を掲げ。あ、そうか、あのフォーテレスナイトの効果でドローしたんか。ルミナスナイトで一応取れんのか。いやロイヤル抜け目ねえな。しかもそっち進化することによって、おあルミナスメイジ残すって感じか。うわうめえなこいつ。使い方がちょっと小賢しいな。イスラフィーリング悲しみを歌いましょう。やっぱサハクイエルがいなくなったっていうのがやっぱドラゴンがちょっと苦しい環境。強い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 強すぎるぞそれ。ギルは引いていくか。だったらもうバチコリギルは行くぞこれ。私の勝利を導くのだ。よし画面に取っていく。456あと3点。めっちゃ強いな相手のデッキ。さあ対戦相手は、ドラゴンに当たっていくと。原初使いって感じかな。だから最近原初ドラゴンまた息吹き返してきてんやろ。ワンダーランドドリーマーズで消えたかなと思ったけど、まだやっぱ生きてるとはな。おー悠長な手札やな。これこそ悠長な手札やな。あまりよろしくない。ロイとか来てくれてありがたい。もうこう悲しいな。ハンガー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 。悠長なことしてくんな。いきなりニコスニコチニコチニコチ。もうドラゴニュートのやつとかさ先行で欲しいカードじゃないんやから、そこはちょっと空気を読んで欲しかったな。ほ
山根。あ、ニコス相手もない、相手もちょっと事故ってる感じが。お、ギルワちゃん引いていく。ただギルアは相手がリントウルムデッキでも今のなんか抵抗、まあ多分高コストデッキやな、これリントウルムデッキじゃないな、これ私が察するに、なんだろうな、原種だとなんか序盤は絶対小型の並べてくる可能性高いから、なんだろう、作戦、事故ってるだけなのかな、ちょっとお互い事故ってる感が否めないけど、こっちも何もできないからな。まあゆっくり行きましょうや、お互い事故ってるっていうのがやっぱりいいと思うんで、どっちかがな上振れてるよりもどっちも事故ってたら、それはやっぱ本当に進化が発揮されると思うからな、どっちが強いのかの。いい勝負してんじゃないの、悠長やね。で水粒子で回復する必要ないから、もうこれ次のターン水粒子に確定で出して PP 上げてみたいなことして、ロイを出していく。優勝なカード出すな。ハンギ。ここ水流神で進化使わない。もう進化権一つ一つが多分めちゃくちゃ重要な試合になるんで、特にドラゴン戦に関しては、まあ進化権はほとんど使わなくていいと思う。これさあ六個差どうくるか。まあ相手も水流神出して進化使って殴っ。うわ強っ。2コス6点のダメージあって、さあ月と太陽で、22出していくと。まあリントウルムで間違いないな。でもギルは出したらな、リントウルムがちょっと小高しいことになるよ失礼なるんやけど、ここ竜の警告打つか、竜の警告打って次のターンイスラフィ、いやそれないな、水粒子の巫女、ここ水粒子でターンしてくるわ。で次のターンイスラフィール進化して、うわコリ、全てのカード破壊したるわ。まあ相手がそれを予測してなんか血が変な動きしてきたら、それはそれで小賢しいね、よくできましたって感じになるけど、まあチンパンジーにはな、ゴリラで対応するのがやっぱ優秀なんで、まあ相手も竜の傾向、でも竜の傾向多分入ってるんだよな、リントブルのデッキって。まあロイ出していく。で多分ロイで破壊してくると思うんだよな、これ PP をブーストする強さがないというか、まあ、ロイ進化に殴ってくるのもワンチャンあるけど、ハンギーハン月と太陽、ほーまあ進化使ってって感じが、ゴーサン進化、なるほど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 な、優勝なことしてくんね、ハンギーハンギール山根、ハンギールズ山根、クルエルドレイクをバチコリ出すか、ここは。これ77ワンチャン突破できないな、ドラゴン。特にこのスペル、いや、これ結構厳しいと思うわ。さあ、強いわけ。強すぎやろ、そのカード。ブレイジングブレイス。これ出すタイミングできるんじゃない、これギルは。ギルは行くぞ、これ。ギルガメッシュ、ギルはギロチン、ギラファノコギクワガタみたいな。ちなみにクワガタで一番好きなギラファノコギリクワガタです。はい、もうカブトムシみたいなカード出してくんな、ほんまに。これでもギルは行くぞ、ウロコをまとい、竜をまとうがいい、すべての代償をここにかける。9点まで下がっていく。さあ5点をターン白いでバッコリ4分の1与えていく、強っ、4分の1のダメージを毎ターン当たると考えると強いな、これ。ただリントウルムに対しては多分もう一撃で死ぬんで、死後置こうが何しようが進化系も12点は絶対飛んでくるから、リントウルム来たら負けみたいな感じやな。まどろみの箱を探しなで、普通に取れちゃうっていうな。はい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 、はい、で7コスで、いやもう10点以上回復しないからな、この時点でもう厳しいんだよな。一見なんかこっちの方がなんかアドを取ってるように見えて、もう厳しいみたいな。月と太陽置いていく、まあ間違いなくもう10万以上溜まってるな、これ間違いないわ。で相手がそれを引いてるかどうかっていうのがもう本当に賭けみたいなところあるけど、一旦ここはイスラフィール
いやもうダメージをなんかそうそう狙っていった方がいいな。これもうどうせ来たら負けなんで、そう考えるんだ。いやイスラフィール、もう行くしかないと思うなこれ、行くしかないわ。で、大釜も進化してしまうか。ここいやイスラフィール次のターンあるから進化にニアが、まあ進化する必要ないな。これどうせイスラ進化、これで2点 で5点与えていく。あと6点。この試合でリントールが来たら終わるし、来なかったらこっちの勝ちが確定する。さあこの勢い余った試合の終着点はどうなっていくのか。ハン